はい、どうもです。今このさ、横にある雑誌ハイカラウォーカーって言うんですけど、これが私たちの世界で今発売してます。僕も先日ね、購入しました。この雑誌に奥戸エキスパンションの駅をお散歩したね、記事があって、ちょっと面白かったので僕もやってみようかなって思いました。奥戸やっててね、あんま気にしたことないんだけど、ちょっとやっていきましょう。はい、このステージ来ました。レールを乗り継いでゴール。あ、懐かしい、これやったな。で、ここの見どころなんですけど、一番最後に、ナマコ車掌っていう、いなくなっちゃった。はい、このステージの見どころなんですけど、ナマコの車掌さんが、いっぱいへばりついてるんだって、ゴールに。それちょっと見ようかなと思います。今までね、気にしたことなかったからさ、そういう。いった。あぶな。あ、オッケー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 。あいつは倒せなかったけど、いいや。俺の目標はクリアすることなんだ。なにこれ？それ乗らないといけなかったの？よし、チェックポイント来た。はい、最後見て。うわ、ナマコさんが、社長さんがめっちゃくっついてるらしい。え？あ、これか。これ。しょぼいな。しょぼいし、これみんな気づかないよね。俺気づかなかったな。でも色がカラフルになってる。ほら。こんな感じのことがね、書かれてるんですよ。とりあえず、次の行きましょう。はい。次はですね、このステージのどこかにタコゾネスのね、落とし物があるみたいで、そこにイカと、ぴったりはまるコンパクトする箱みたいなのが落ちてるみたいなんで、探しに行きたいと思います。これ一番最初のステージなんだよね。確か。多分簡単だし、すぐ見つかるとは思うんだけど、とりあえずタコちゃん倒すか？全然当たんないんだけど。やば。オッケー。あ、カーボンローラーね。まだ俺探さなきゃいけないんだよな。倒すとかじゃなくて探さなきゃいけないんだよな。傘倒したる。どこだ？どこにある？宝探ししてる感覚だ。あ、ゴールじゃん。え、ゴールじゃん。どれ？あ、これ？これ？これか！これのことか！あ、イカの形した、すっぽりはまんないじゃん。ケースがね、これタコゾネスが落としたケースなんだって。見つけました。こんだけ。次もね、タコゾネスの落とし物。また同じような感じ。探そう。もう一回探そう、みんな。ちょっと、多分最後の方にあると思うんだよね。これ倒しづらっ。ちょっと待って、パブロ吉。やべ、押せ。あぶねえ。どうしよう。とりあえず登るか。あ、やべ、やばい。あ、こっちから行けんじゃん。忘れてたよ。これ倒す。これも上からだったら怖くないね。あと1体。あと1体、よっしゃ。待って。あれじゃん！あれだよ。今気づいた、あれだ！待って、もうちょい近くで見た、あそこまで行くか。ちょっと見えたわ、分かっちゃった。最初に見たのがあんだけちっちゃいさ、ものだったから、今回もちっちゃいのかなって思ったんだけど。目の前にでかいな、こっちにもある。あぶねー、これやばい、死ぬ。死にたくない。よいしょ。しっかり回復して、押せ。しっかり回復していきましょう。はい。倒したいけど、倒せない。こんにちは。下のタコゾネスちゃん倒す。あ、ちなみにこのタコゾネス、青いじゃないですか。タコが赤いから、見やすいように青らしいっすね。なんとなくパブロが好きだからパブロ選んだんだけど、違う武器の方が良かったかな。あ、来た。これですよ、これ。さっきの落とし物のでかいバージョンだと思うんだけど、
これね、クラゲ入ってるんだよ。すっぽり入っちゃってるんだよね、クラゲちゃんが。あっこに。おお。これをね、みんなに見せたかった。そうそう、これね、同じ形にするミッションなんだけど、最初ね、これ犬だと思ってたんですよ。これね、ジャッジくんらしいよ。ジャッジくんを、モデルにした、いや違う。あ、違うわ。これ、ジャッジくんをモデルにした犬らしい。形は犬なんだけど、モデルはジャッジくんらしい。うん。よく見たら白と黒になってるもんね。気づかなかったもん。書いてある。ハイカラウォーカーに書いて、ハイカラウォーカーに書いてあるやつ見るまではわかんなかったもん。これがモデルジャッジくんだったって。ん？てか、ここにもナマコさんついてんじゃん、いっぱい。どこでもついてんじゃん、ナマコさん。なんやねん。ほら、ここにいっぱいついてんやん。ほら。さっきのステージだけじゃないねん。普通にナマコさんいっぱいついてんだよ。このステージのね、最初ちょっと見てほしい。タコがちょっと、ほらほらほら、あれをね、見てほしいって書いてあったの。あ、見てあげてください。まあ、倒せるんですけどね、そのタコじゃなくてもね。こうやってね。まあ、タイミング一緒なんだけど。こことか。ああ、ちょっと見せた。見えない。あ、こうする。とりあえずあいつ倒す。危ない危ない。これイカちゃん倒せばね、タコこうやって倒せば余裕だから。あぶねえ、あぶねえ。あと2秒。イエーイ。意外と楽なんだよな。ここ俺得意なんですよ。オッケーオッケーオッケー。ここにね、張り付くと、なんか苦手な人は、そう、こうやってね、苦手な人は、壁に張り付くと全部避けることができるので、まあおすすめっちゃおすすめなんだけど、意外と行くの難しかったりするから、まあ俺的にはね、正当的に普通にやった方がいいと思うんだよね。うん。まあでも、ここ張り付いてるだけでさ、クリアできるなら全然いいよね。ああ、怖い。怖いけど、大丈夫。怖いけど大丈夫。おい。楽でしょ。これ昔動画出したんですけど、小ネタです。もし苦戦してる人がいたら、まあ、今更だけどね、やってみてください。まあ、こんな感じで、僕が買ったハイカラウォーカーにはいろんなこと書いてありました。オクトエキスパンションだけじゃなくて、ギアのこととかもね、ちゃんと書かれてたし、まあ、また気になるのあったら、違う機会にでも、触れていけたらいいなって思います。ということで、今日はお疲れ様でした。またね。